F-35B 戦闘機艦載計画に伴って、護衛艦出雲、加賀に大規模改修工事が行われています。そんな中、護衛艦ヒューガ、伊勢が注目の敵になっているという情報が入ってきました。今回は、その理由について見ていきます。今後の代替艦として、大隅型輸送艦の機能を盛り込む可能性が示唆されていますよね。ヒューガ、片護衛艦の秘められた可能性は無限と考えているんだよ。2023年時点で、海自最大規模の艦艇といえば、伊豆、元加賀の2隻を要する出雲、片ヘリコプター搭載護衛艦ですね。これは、艦首記号 DDH と呼ばれていて、回転翼機の運用能力を極限まで高めたものです。出雲、片護衛艦は、基準排水量 19,500 トン、満載排水量 26,000 トン、全長 248.0 メートル、全幅 38.0 メートル、深さ 23.5 メートル、喫水 7.3 メートルですから、名実ともに、海上自衛隊艦艇では、最大の大きさということになります。この出雲、片護衛艦の機関部は、アメリカのジェネラルエレクトリック社製の LM2500IEC に、スタータービンを4機組み合わせた小型方式が採用されており、最大出力11万2000馬力、速度30ノット以上を発揮するそうです。また、出雲、片護衛艦の電源設備としては、機関部と同じく、アメリカのジェネラルエレクトリック社製の LM500-07 ガスタービンオモ発電機を4機等搭載しており、合計で、最大 14,000kW の電力供給が可能ということです。出雲、片護衛艦は、全通式飛行甲板上の右端部分に集約化された環境があります。航空母艦しかとした全通式の飛行甲板上には、回転翼機の同時離発着が可能なスポットが5箇所あって、収益時から、国外ではヘリ空母と見さされてきました。この全通式飛行甲板のサイズは、艦自体とほど同様の、全長 245.0 メートル、全幅 38.0 メートルが確保されていて、海上自衛隊で、対潜哨戒戦闘や追水上戦闘を担う SH-60kg 回転翼機だけなら、MAX 14機を艦内格納庫に収容できるそうです。ただし、実際の運用上、出雲、片護衛艦は、SH-60kg 回転翼機を9機、輸送と救助、救難を主軸とする MCH-101 回転翼機2機を標準で搭載する体制が敷かれているので、格納庫は、第1、第2、および整備用の3つが艦内にあると言います。また、出雲、片護衛艦は、艦体の大きさを生かし、陸自や海自が運用している双発で、大型の CH-47 チヌーク回転翼機の運用も当初から想定されていたので、この大型な機体でさえ、艦内格納庫への収容が可能だったのです。出雲、片護衛艦が格納庫に収容可能な回転翼機のサイズを紹介します。SH-60kg が、最大で全長 19.8 メートル、全幅 16.4 メートル、全高 4.0 メートル、重量1065トンです。MCH-101 は、全長 22.83 メートル、全幅 18.6 メートル、全高 6.66 メートルで、重量は 15.6 トンです。こういった回転翼機を、艦内格納庫から昇降させるエレベーターが、出雲、片護衛艦には2機あります。前の1機は、飛行甲板上のインボード方式、後の1機が、環境後方右舷にサイドデッキ方式で設置されているのです。前1機のインボード方式エレベータのサイズは、長さ 20.0 メートル、幅 13.0 メートルです。環境型右舷のサイドデッキ方式エレベータは、長さ 15.0 メートル、幅 14.0 メートルで、耐荷荷重量は30トンを超えるそうです。現在出雲、片護衛艦は航空母艦化改修中で、それにより、同艦は、短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型を艦載機にできますが、この機体は、長さ 15.61 メートル、幅 11.37 メートル、重量が27トン強の規模を持っています。出雲、片護衛艦のネームシップで、一番艦の出雲が寄港されたのは、2012年、平成24年1月です。日本政府が、
F3 後ライトニング 2B 型を出雲、片子栄冠を回収して艦載機にすることを公に認めたのは、2018年、平成30年3月ですが、それを見越した設計をしていたことが伺えます。2013年の中盤以降には、日本の大手のマスメディア各社は、F3 後ライトニング 2B 型を購入し、出雲、片子栄冠の艦載機にする可能性について報道していましたが、当時の防衛大臣は、この見解を否定する姿勢を貫いていたようです。当時は、政治的に、海上自衛隊が、装備として航空母艦を運用することに対し、専守防衛という同体の理念を逸脱するという批判を被ることを危惧していたためと思われます。日本が、このような政治状況にあったこの時期にも、しかしながら、中国海軍は、経済力を背景に、軍の装備の近代化と増強を著しく進めていました。不安感が日本国内でも広まり、危機感が生まれていったことから、航空母艦化について市民権を得たと判断されたのでしょう。日本は、2010年後半に、出雲、片子栄冠に対する航空母艦化回収を公にしました。2017年には、同艦の建造を担当したジャパンマリンユナイテッド社が、航空機の運用能力向上を基とした研究を委託業務として受注し、着手したのです。研究内容は、出雲、片子栄冠に対して、無人航空機と合わせて、F3 後ライトニング 2B 型の運用を基とするものでした。これを受けて、2018末に閣議決定した防衛計画大綱や、具体策を綴った中期防衛力整備計画では、ストブル機運用について言及されました。そこでは、従来は、国会の答弁で自衛隊が保有しないと定義してきた装備3点、大陸間弾道弾や戦略爆撃機、航空母艦について変更はないとしつつ、出雲、片子栄冠の回収は攻撃型航空母艦には該当しないという見解を示したのです。このあたり、航空母艦を攻撃型か否かと区別する定義が、軍事的な意味があるかどうかは、日本的な政治上の言い回しと解釈によるものだった感は拭えませんね。いずれにしても、出雲、片子栄冠の航空母艦化回収がこれで本決定したということは間違いないようです。ここまで来ても、日本政府は、出雲、片子栄冠の航空母艦化回収が完了しても、F3 後ライトニング 2B 型を、常に艦載機とする運用はしないと明言していて、前提として、従来通りの回転翼機による対潜哨戒任務と併用することと付け加えているようです。出雲、片子栄冠の航空母艦回収は、まず、2020年度防衛予算から回収費用を出して着手、全通式飛行甲板に、F3 後ライトニング 2B 型が排出する高温の排気熱への耐熱加工を行うことを打ち出されました。また、F3 後ライトニング 2B 型の全天候時の離れ着艦をサポートするため、アメリカの強襲揚陸艦にも搭載されている誘導装置の設置や、飛行甲板の先端部分の拡幅工事が打ち出され、現時点では出雲が2027年度中、加賀が翌2028年の完了を見込んでいるとのことです。これと並行して艦載機となる F3 後ライトニング 2B 型は、2023年時点で、総数42機の調達が計画されていますが、中期戦として、航空自衛隊の宮崎県の入田原、ニュータバル基地が有力視されていて、早ければ、2024年度からの同基地での運用が示唆されているのです。上記のように太平洋戦争後、日本では、初となる出雲、片子栄冠を航空母艦に改修しての運用計画が進められていますが、出雲、片子栄冠の先駆けとなったと見られているのが、日向、片子栄冠の日向と伊勢の2隻なのです。日向、片子栄冠は、基準排水量 13,950トン、満載排水量 19,000トン、全長 197.0メートル、全幅 33.0メートル、深さ 22.0メートル、喫水 7.0メートルのサイズで、排水量を比べると、出雲、片子栄冠の約 70% 強のサイズとなります。この日向、片子栄冠も出雲、片子栄冠と同様、全通式の飛行甲板を備えているので、
形状から見れば航空母艦しかとしたフォルムですが、回転翼機の昇降用エレベーター2機は、どちらも飛行甲板上でのインボード式が採用されています。このエレベーターは、前方の1機が幅 10.0 メートル、後方の1機が同 13.0 メートルと小型なので、大きさ的にも、F35 ライトニング 2B 型の昇降用として使用するには厳しいし、おまけに、どちらも飛行甲板上にあるので、同機の離陸距離の確保も困難なのです。ですから、ヒューガ、片護衛艦は、出雲型のように航空母艦化改修を行うのは、物理的な制約があるので考えにくいのです。そうなると、1998年、平成10年から就役が始まった、大隅型輸送艦3隻の代替艦が、今後は、その機能も盛り込んでいく可能性が高いのではないかと推測されているようです。2024年2月21日、オーストラリアのアルバニージー政権は、海軍再編についての分析を発表。オーカスによって、将来的に、原子力潜水艦の保有が決定した海軍における、水上戦闘艦艇として、有人での運用も、可能な大型の無人艦並びに、小型の汎用フリゲートの取得を目指すと盛り込まれたのです。その中の汎用フリゲートとして導入が検討されている候補と見られている既存艦がありますが、ドイツ海軍の MEKO-A200、スペイン海軍のアルハ3000、韓国海軍の耐久級、そして海上自衛隊が現在配備を進めているもが、身型も開けられています。そして、11隻を調達する方向で検討を進めていることも明らかになりました。アルバニージー政権は、海軍保有の3隻のミサイル駆逐艦ホバート級のアップグレードや新規建造など軍艦拡充に対し、今後10年間の予算を542億オーストラリアドル約5兆3400億円に拡大すると発表したのですが、それまで9隻の建造が計画されていたハンター級フリゲートを6隻に減らしました。そして、汎用目的で運用されるフリゲート艦を2020年代後半から11隻新規に導入すると計画、上記4カ国の既存フリゲート艦の中から選択すると発表しました。同政権は、2023年4月、国防戦略の見直しを発表。この中では、30年以上、テロや中東の紛争に焦点を合わせてきたが、世界は大きく様変わりした。現在の国防戦略では、大規模な軍備増強をバックに、太平洋などへ進出を図る中国に立ち向かうことはできない。特に、長距離攻撃兵器の普及により、軍事力の質的特性が大きく変化し、火力の投射距離が飛躍的に拡張された。そのせいで直接侵攻せず、軍事力を背景にした威嚇で、他国に強制力をもたらす可能性が、安全保障上のリスクとして浮上したと指摘し、ました。さらに、長距離攻撃兵器の普及で、オーストラリアの地理的優位性は根本的に低下した。ミサイル時代とも呼ぶべき新しい安全保障環境下では、中国の軍事的脅威に対する距離の優位性が失われてしまったと結論付けています。オーストラリア北部の基地や港湾施設などインフラ整備を急ぎ、この地域からの長距離攻撃を強化することと、沿岸軌道に速やかに対応できる陸軍の再編を優先するよう勧告もありましたが、この報告書では、海軍の編成見直しについては言及されていませんでした。アルバニージー政権が発表したミサイル駆逐艦ホバート級のアップグレードについては、経費が大きく高騰しています。当初は、350億オーストラリアドル約3兆4500万円と見られていましたが、450億オーストラリアドル約4兆4400万円にまで跳ね上がったことが議会で問題になりました。2023年5月、オーストラリア会計検査院が回収予算の高騰により一番艦の引き渡しは2032年にずれ込み、プログラムコストはさらに高騰する可能性があると指摘、行く末に注目されているとか。オーストラリア海軍のホバート級駆逐艦級はスペイン海軍のアルバロデバ3級を土台に設計を修正した派生型ともいえるイージス艦です。満載排水量6350トン、
全長 146.7M、最大幅 18.6M、喫水 7.2M ですから、アメリカ海軍のアーレイ・バーク級や海上自衛隊のイージス艦よりも一回り小さいことがわかります。オーストラリア海軍では、1番艦ホバート、2番艦ブリスベン、3番艦シドニーの3隻が、海軍の主力艦として運用されています。こういったイージス艦とは別に、造船業界の雇用維持とアンザック級フリゲートの後継艦を調達するために、オーストラリアは2016年新型フリゲートの国内建造を決定しました。2020年代後半からの SEA-5000 計画艦として、イギリス海軍の26型フリゲートを元にした設計が選ばれ、9隻建造することになっていましたが、前述のように、2024年2月21日、アルバニージー政権が発表した報告書で計画が縮小され、6隻に減らされることになったわけです。この報告書では、中国の海軍拡張に対抗するため、水上艦の戦力規模を2倍に増やすことも要求しています。新しいオーストラリア海軍は、水上戦闘艦26隻で構成され、ハンター級フリゲートが9隻から6隻に減らされたほか、アラフラ級哨戒艦も12隻から6隻に削減、アンザック級フリゲートのアップグレードも中止されました。その代わりに新しく導入されるべきと勧告されたのが、有人運用も可能な大型無人艦6隻、汎用フリゲート11隻でした。これらについては、海外の注目を集めています。報告書の有人運用も可能な大型無人艦は LOSV とされ、垂直発射装置 VLS が32セル搭載されているのですが、報告書内ではアメリカ海軍のプログラムに沿うとされているので、アメリカ海軍がゴーストフリート幽霊艦隊として配備を進めている無人水上艦隊、ウスブディブに所属する無人水上艦 USV が導入されるのではないかとの推測が広がっています。この USV の中の一隻レンジャーは、2023年9月21日、アメリカ海軍横須賀基地で公開されました。レンジャーは、もともと、2018年、平成30年に、海上の石油掘削用リグなどに、物資や人員を輸送するための高速船として建造された小型船でした。が、アメリカ海軍が無人運用できるように必要な改造を行い、2022年に新設された第一無人水上艦隊、ウスブディブ1へ配備されたのです。2023年時点で、ウスディブ1には、レンジャーを含む大型無人水上艦、LUSV が4隻、中型無人水上艦、ムズスブが2隻配備されています。今回横須賀に寄港したレンジャーは、同じ LUSV のマリナーと行動を共にしていて、2023年8月から行われている統合戦闘課題 23.2 IBP-23-2 と呼ばれる運用試験のために横須賀基地に寄港したものです。IBP は無人水上艦の運用に関するコンセプトなどを作成するために行われているもので、これまでにも2回実施されています。今回の横須賀寄港に先立ち、レンジャー及びマリナーは、アメリカ海軍と海兵隊が共同で実施した大規模演習2023に参加、東太平洋で、原子力空母カール・ウィンソンを中心とする第一空母打撃群と共に活動したとされます。その後、無人の自立航行によって国際日付変更線を越え、第7艦隊の担当エリア内に入り、沖縄に配備されている第3海兵遠征軍や第76任務部隊、第15駆逐戦隊などとの連携を図り、ISR、情報、監視、偵察において、USV の能力が実証されたということです。海に囲まれ、長大な海岸線を持つオーストラリアは、こういった大型の無人水上艦による沿岸警護を考え、導入を目指しているとみられますが、日本も、同様に海に囲まれているので、有用なアイテムになるのではないかという方も出ているようです。汎用フリゲートについては、推奨する水上艦の増強は、乗組員規模の合理化と省力化技術によって、人員増加は最小限に止めなければならないと述べています。つまり、
現有のアンザック級フリゲートの乗員数約160名を超えないようにと案に求められているわけですね。韓国海軍の耐久級フリゲートは、基準排水量2800トン、満載排水量3592トン、全長122メートル、最大幅14メートル、喫水4メートルで、最上型と比べるとかなり小型ですが、乗員が140名でもが、身型の約90名よりもずっと多いので、論艦史の中で、ハモが身型が有利ではないかと見る向きが多いようです。ただし、日本には、防衛装備品移転三原則などの解釈が議論上にありますから、もが身型の輸出に結びつくかは不透明です。また、購入価格などもネックになりますし、オーストラリアの国防方針が変わりやすいこともあって、否定的な見方が多いようです。